皆さんからリクエストを寄せられたアンケートについて、10代から60代までの1万人に調査した結果をまとめました。今回実施したアンケートは、人気がないのにテレビに出演していると思う芸能人は誰？という内容です。では早速見ていきましょう。40位はあのちゃん。みんなの意見はこちら。結構周りでも常に上から目線ですし、口が悪いことが多く、マイナスなイメージしか持たない方が多いのに、結構テレビで見かけることが多いので、どうしてかなと思っております。39位は、さらば青春の光東袋。みんなの意見はこちら。週刊誌に撮られ、女性にだらしなく、女性への扱いのひどさが発覚。その後のイメージは悪く、特に女性からの人気は最悪だと思うが、相方の力もあってか、最近 TV でまた見かけるようになった。多分、東袋単体では、人気は回復しないと思う。38位は、ダウンタウン松本人志。みんなの意見はこちら。90年代のエキセントリック少年隊などのような、自らお笑いを発信することが面白いため、人気があった方だったと認識している。現在は、自らのコント、漫才を発信することは減っていて、お笑いではなく、評論、コメント、映画監督として出演しながらも、肩書きが芸人であることに違和感を感じるため、人気者でいたいなら、新鮮な笑い、第一線で笑わせ続けることを大事にしてほしい。37位はタモリ。みんなの意見はこちら。お笑いビッグさんって言われていますが、他の二人と大きく差を開けて、全く面白くないと思います。逆も、爬虫類の真似など、全く面白くない。Nステでも、ゲストの話を全然広げれていないと思います。36位は、デーブ・スペクター。みんなの意見はこちら。人気という点では、誰かが、デーブ・スペクターのファンですと、周りから聞いたことがないからになります。あのダジャレも、今の時代には需要がないかと。35位は、ニューヨーク屋敷ひろまさ。みんなの意見はこちら。とても単純に人気ではないなと思いました。M1 に出た頃は人気だったと思いますが、今は食いつなぐために、業界から離れず、なんとかテレビに出してもらっているという印象です。34位は、ハリウッドザコシショウ。みんなの意見はこちら。ほとんど見かけないように思うが、格付けチェックのテレビには、なぜか登場する。別撮りでまで、登場させる意味がわからないし、品性も感じないので、出てこなくてよい。33位はヒロミ。みんなの意見はこちら。イメージは悪い。いいイメージはない。と言うべきではないかと思います。司会もすべて面白くないを超えて、放映禁止でお願いしたいです。32位はミッツマングローブ。みんなの意見はこちら。マツコデラックスやラジャグランディーバと同じオカマキャラとしてテレビに出ているだけで人気は全然ないように思います。徳光和夫のおいでコネの印象が強く、無理やり出してもらっているイメージが強いです。31位は広瀬アリス。みんなの意見はこちら。私の知り合いで彼女のことをファンと言ってたり、可愛いと言ってる人がいないため、また話題にも上がらないが、ドラマの主役などに多数抜擢されているが、視聴率がすごいいいドラマもなかったと記憶しているから。30位は斉藤佑樹。みんなの意見はこちら。結局は高校時代のイメージだけで出ている。野球に対しても中途半端で、イチローやダルビッシュから注意されても直せなかったように、基本的には高校時代のイメージだけで場を与えられていると感じるから。29位は泉ピン子。みんなの意見はこちら。毒舌キャラだが、最近は特に老害感が増した。そもそも出演していたドラマは限られていたし、お笑い出身だが、芸人との絡みも面白くない。近年のパワハラスキャンダルも影響している。28位は、村重杏奈。みんなの意見はこちら。バカっぽい感じが好きになれない。男性にも好かれないタイプなんじゃないかなと思ってしまいます。27位は大久保佳代子。みんなの意見はこちら。結婚できない残念な女性のテンプレみたいで見ていて気持ち悪いです。あまりテレビに出ないでほしい。26位は中田敦彦オリエンタルラジオ。みんなの意見はこちら。中田敦彦はコンビの人が面白いし楽しいので、ついでに人気者にされていただけだと思います。YouTube で頑張っているので、もうテレビに出ずに YouTuber として生活したらって思いますね。25位は土屋太鳳。みんなの意見はこちら。独特の個性から好き嫌いは置いておきますが、日本人ではないと感じています。日本人にはない特有の雰囲気や顔立ちに魅了されていますが、人気は監督にあるくらいではないでしょうか。24位は、品川博士、品川庄司。みんなの意見はこちら。もともと、ものすごく評判が悪くて、一時期完全にテレビから消えた、消された感じだったのに、
テレビに出ているので、誰が好きで見るのだろうと、不審で仕方がないため、23位は北斗晶、みんなの意見はこちら、人気がないと言い切ってしまうのも失礼なのですが、ファンが多いイメージがあまりなく、昔はよくモノマネをされていたイメージが強かったのですが、最近はめっきりモノマネを見なくなったためです。22位はスミレ、みんなの意見はこちら、石田純一の娘というだけで、テレビに出ている。特に特技もなくなぜ出ているのか疑問。モデルでもなく、アーティストでもなく女優でもない。両親の話題以外には、あまりエピソードがない。モデルとしての人気もないのに、なぜかテレビに出ている。石田純一の娘ってだけで出ている気がするが、どこに需要があるかわからない。性格もよくわからない。石田純一が人気なくなっているので、最近は出ていない気もする。21位は長野、みんなの意見はこちら、ネタも特に面白いと感じたことがないし、ネタ番組が減ってから、ファンがいるのかな、って思うくらい、多分人気もないと思うし、ドッキリ番組にしか出ていない印象です。なぜ見かけるのかはわからないし、どこを面白いと思ってみたらいいかもわからない。見たい人だけ、ネット配信で見たらいいのかなと思う。私としては、まず見かけが嫌い。20位は、高田純次。みんなの意見はこちら。年齢的にも、仕事ができるわけではないと思うが、人気もないのに、過去の栄光のまま同じ立ち位置で、テレビに出ようとしているように思うので、今はもう違うのではないかと感じる。単純に時代遅れ、全く時代に合わせられなかった無力な老人を見ているようで、テレビに映ると、残念な気持ちになる。19位は市川海老蔵。みんなの意見はこちら。歌舞伎の世界の人だから、精進してほしいです。お騒がせな人物として知られていますが、本当にイメージ悪すぎています。この顔も、誰も見たくないと思います。情報番組で、定期的に息子さんと宣伝などで出ているけれど、生で舞台を見に行く人は、テレビでわざわざ彼を見なくてもいいと思ってしまう。女癖の悪さなどで、良いイメージもない。18位は、出川哲朗。みんなの意見はこちら。女優ということらしいが、石田純一の娘というだけで、これといった代表作もなく、演技力があるわけでもない。それでも、テレビに出られるのは、親の、コネの力としか思えない。お笑い芸人といっても、ギャグも喋りも全然面白くない。基本的に、リアクション芸だから人にいじってもらえて、初めて笑いが取れる受動的な、芸なので、限界があると思う。17位は上沼恵美子。みんなの意見はこちら。関東の番組で見かけるようになって、最初は強めの発言が面白いなと感じることもあったが、だんだんと偏った意見や、強すぎる言動が気になるようになり、苦手意識を持ち始めた。一時期 SNS でも炎上していたが、まだたびたびテレビで目にすることがあるため、大御所はもう引っ込んだらいいと思うので、旬な時期は過ぎて、見ている分にはもう老害に見える。未だ人気でめちゃくちゃファンがいるようには見えない。16位は、石田純一。みんなの意見はこちら。イケメンでもないのに、不倫三昧してモテる自慢をしているだけの痛いおっさん。芸能人のお笑い要素として使われているだけで、誰も好きな人はいないと思うのに、なぜか生き残っている不快な男。女性にも男性にも需要なし、正直時代遅れの感じが半端ないし、結婚後の評判も全然良くなく、一体誰に対して、どの世代に対して、需要があってテレビに出ているのかわからないため、15位は木下ゆきな。みんなの意見はこちら、よく叩かれているイメージと、素性の悪さと、一度芸能界を引退 YouTuber だと思いますけど、されているのに、未だにアベマなどで使用されているのは、驚きです。彼女は引退をして芸能界を辞めたと思っていたのと、YouTube などでも元旦那をバカにしたりして、あまり評価が良いとは言えないのに、なぜ今もテレビに出ているのか、不思議に思います。14位は木村拓哉。みんなの意見はこちら。ドラマに出ることが多いけれど、毎回に多様な演技になっており、新鮮さがなく、誰が木村拓哉を求めているのだろうと思ってしまうから、重用される理由が不明。単に、プライドが高いという点はありますが、表面で出している雰囲気と、実際の雰囲気直近で言うと、粗品さんへ、挨拶なしなどがどうしても違いすぎるので、いくら家族仲良しアピールなどを行っても、いつの時代でも、性格がよろしくないイメージが強いです。スマップ解散の原因が、彼であったかどうかがわからないですが、やはり、協調性がないのに、未だメディが必要としているのには、違和感を覚えます。13位は、テリー伊藤。みんなの意見はこちら。屁理屈や文句ばっかり言っており、見ていて腹が立つだけで、全く面白いことを言いそうになく、期待もできなさそう。なぜあれだけテレビに出演できるのわからない。
コメンテーターとしての出演が多いと思いますが、本業が何だったのか思い出せないくらい見たことがありません。名前と顔は知っていますが、どういった人かがわからなくなりつつあるので、コメントに魅力を感じないです。人気という視点からいくと、テリー伊藤は誰かから支持されているということは考えにくいと思います。元テレビ局のプロデューサーという特権からテレビに出演しているのではないかと考えます。12位はファンキー加藤。みんなの意見はこちら。名前からして人気があるとは思えない芸能人です。ミュージシャン時代には特にファンでも嫌いでもどちらにも振り子が触れることはありませんでしたが、個人では人気はないと思います。音楽活動もスキャンダルも中途半端で、応援しようにも何を応援してほしい人なのかわからないため、主演映画もあるので俳優活動をしたいのかと思って注目していたのに、そんなことはなくて音楽活動に復帰していてショックだった。不倫をしていて世間に恥ずかしい姿を晒したにもかかわらず、うすら寒い歌詞の歌を披露している様が本当にみっともないです。全く人気もないし時代に合わないです。11位はフワちゃん。みんなの意見はこちら。見た目の派手さや大御所芸能人に対してタメ口を使うキャラで、インパクトが大きくてテレビで出ているだけのように感じます。話術も顔面偏差値も低いのになぜテレビに出続けていられるのか不思議です。芸風なのかもしれないが、言葉遣いや目上の人への態度、接し方を見てると人として疑問に思うことばかりです。見ていて不快な気分になるため見たらチャンネルを変えるようにしています。テレビで見る顔と裏の顔、プライベートの顔が悪い意味で一緒の印象。最初はテレビに出るためのキャラではちゃめちゃな感じをしているのかと思ったが、あまり変化ないという話を聞き、なぜテレビに出れているのかわからない。10位は大竹まこと。みんなの意見はこちら。人を見下したような物言いなど好き嫌いが分かれるタイプの人だと思う。私はあまり好きではないので、出たらチャンネルを変えるので、そういう方が一定数いるのであれば需要は減っているのではと思うから。番組見てても暴言やパワハラまがいの発言が目立つし、ずっと前に長く勤めたのならパワハラをやる権利があると取れるような発言をしていてドン引きした。常に偉そうに持論を語っている印象でイメージが悪い。また活躍していたのがだいぶ昔で、最近の人はこの人のことを知らないと思うので違和感が強い。9位はクロちゃん。安田大サーカス。みんなの意見はこちら。水曜日のダウンタウンにて彼の裏の顔、欲深い部分、だらしない部分をさらけ出したことでドン引きした視聴者は多いと思う。一部マニアには人気があるのだろうが、むしろ人気がないことを売りにして TV に出ている数少ない例だと思う。嫌われている需要があるからテレビに出続けているという非常に謎の現象だと思います。人気がないからこそテレビに出ている人の代表格だと感じているから、クロちゃんはいじる人がいなければあまり面白くないと思います。ダウンタウンなど他の芸人のいじり方がうまいので面白いだけな気がします。一時期は人気がありましたが嘘つきがバレたし今は落ちています。クロちゃんに関しては見ていて不快だと感じる方が多いと思います。モザイクはかかっていても脱いだり履いたりとやりたい放題、気持ち悪いことを売りにしている方ですが、見ていて不快すぎるので人気はないのかなと感じます。8位は若月千夏。みんなの意見はこちら。テレビによく出ていて悪い人だとは思いませんが、彼女のファンだったり彼に好意的だったりする人を実生活で誰も知らないので、どうして出ているのかなと疑問に思う時があるから、特に美人とも可愛いとも思わない。バラエティに出ていることが多いので余計可愛いとは思わない。性格は好きだが顔は特に好きな顔ではない。清潔感がもう少しあればいいなと思う。特別可愛くもなく美人でもなく、演技やトークが上手いわけでもないのに自分は一流芸能人だと思っていそうだから、トーク番組の MC 役の時もうなずいているだけの時や、誰でもできるような返しをしたり少しも魅力を感じない。彼女が人気だった頃私の周りがよく可愛いと言っていましたが、一度もそう思ったことがありません。なんならあまり芸能人のオーラがないように思います。また歌も出してますがあまり上手ではないかと。7位は滝沢カレン。みんなの意見はこちら。半端なく頭が悪そうです。知ったかぶりをするのも嫌いです。顔もハーフのようでいまいち分かりかねる顔の作りです。出っ歯が特に嫌いで見たくありません。全部が自分中心で回っていると勘違いしているところと、自分の考えを人に押し付けたり他の意見を全く聞かないで頭ごなしに否定しているのを見ると変えたくなります。平気で直接共演者を貶める発言をしていたり、
極めて立ちが悪い女性だと感じました。今後も言動を改めないでしょう。話し方や使用する言葉が独特で、他者に理解できるように話すことがないから、キャラクター設定なのかもしれないが、理解しにくい表現で受け手側の負担が大きいと感じる。本人も伝わらないことを理解しているが、改善しようとする姿勢が見えないから。6位は和田アキ子。みんなの意見はこちら。番組でよく取り上げている内容とマッチしていない発言をして、炎上しているイメージ。長年ご自身の番組を持たれてすごいとは思うが、どこの層に需要があるのかわからない。敵を作りがちな上から、目線のコメントが多いが、歌手としての活動が、パッとしない上に、番組内のコメントのやり取りが、すでに悪い意味での、昭和的な感じが常にしています。特に、年末年始の特番や、歌番組で見かけることが多い。実力があり、昔とても人気があったことは認識しているが、昔の人というイメージが強く、最近の功績がないため、周りの出演者が和田さんに気を使っているのがわかるので、番組を見ていると、こちらの方がなんだか疲れるので、最近は全く見ていません。和田さんのコメントにもあまり共感したことがなく、人気があるとも思えません。5位はニューヨーク、嶋佐和也。みんなの意見はこちら。コンビともに人気があるの?か、不明な印象です。男性からの人気があるのか、小学生くらいの男の子が好きになりそうな芸人と思います。芸も品があるとは思えませんし、周囲の女性からは不評です。特に面白いと思ったことは一度なく、漫才もうまいと思わない。しかし、ゴールデンタイムの番組に多数出演していて、面白い雰囲気はあるが、あくまで雰囲気だけで実際はつまらない。人気なんて全然ないと思うし、面白いわけでもないし、相方だって全く面白くもないのに、未だにテレビに出ているのが不思議です。ただただ、他の芸人さんの2番戦時感があった。仕事をしていても、勢いだけでやっている感じがして、その場のノリでごまかしている雰囲気があったから、あとうるさかった。たまにテレビに出ているのを見ますが、どうしてゲスト出演とかで呼ばれるのかわかりません。YouTube とかで見るくらいならいいのですが、テレビはもういいんじゃないかな、と思ってしまいます。4位は、坂上忍。みんなの意見はこちら。好きと言っている人に会ったことがないから、大抵子役上がりで偉そうにしているという批判ばかり聞くし、実際にテレビで見かけても良さが全くわからないから、子役時代から生意気そうでしたが、お昼の番組の降板後も、ペットの番組などで、スタッフへの対応が悪そうに見える。自分の好き嫌いに偏った意見を優先させるため、MC としての資質はないと思われるため、好きではない。坂上が怖いのか、周りも意見することがなかなかできていないため、坂上を接待するための番組になってしまっているので見ない。性質なのでしょうか。どうしても偉そうな物言いに聞こえてしまいます。動物を大事にしているように人に対しても、もう少し優しい言い方があると、イメージも変わると思いますが、人によって発言が冷たく感じます。会ったこともないのに、申し訳ないのですが、昼の帯番組をやっている頃は、視聴率も取れていたのかもしれないけど、番組が終わってから露出が減ってきているから、番組の司会進行を見ていると、必ず途中で話を打ち切ったり、割り込んだりと、相手の行動を読み取らない。自分の意見が通らない時のご利用し感を感じる。質問されたりへ、なんで?と聞き返したりと、反応は返す返す割に相手の返事は聞いていないから。3位はアンミカ。みんなの意見はこちら。美容が専門の人なのに、どうしてワイドショーなどで美容と関係ないコメンテーターをやっているのかが理解できないから、ギャップなのだろうが、関西弁で歯に衣着せぬ物言いは正直威圧的で痛いだけと感じる。基本的にうるさい、高圧的な感じがオーラから出ている人が苦手。そもそももう芸能人でもない気もする。言葉遣いよりも見た目の異様さも気になる。顔が下品だし、印象が悪い。このままテレビなどに出ないでほしい。態度がでかいし、いつまでもモデル芸能人気取りでうざい。良くないゴシップが多く、道徳的にどうかと思ってしまう。発する言葉にも魅力を感じなく、好きになれない。世間体に縛られず、自由なスタイルで生きていたいのはわかるが、大した芸能人ではないのに、大御所芸能人のような活動をしているから、共演者とのやりとりより、自分が目立つことを優先してばかりのように見えるから、ただ、賑やかなだけで、どの番組に出演しても、同じようなパターンで話をしていて、面白くなく、なぜ売れているのか、わからないからです。大雑把で少し下品な感じが苦手です。喋り方とか、声のトーンとか見ていて、うるさいなと感じてしまうし、美人でも面白いわけでもないので、なんでテレビ出てるんだろう、と思ってしまいます。
2位は宮根誠司、みんなの意見はこちら、嫌いな司会者で1位に選ばれているのに、ミヤネ屋とミスターサンデーで司会しているから、なんでそんなに仕事があるのかわからない。他にもっといい人いると思う。そろそろ世代交代してほしい。関西では有名なのかもしれませんが、関東ではほぼ無名です。話もアナウンサーとは思えない話し方で、自分は好きではありません。関西弁が出るのも嫌ですね。いつも偉そうに話していて人気がないのに、ニュース番組にずっと出ているのが不思議です。面白いわけでもないのに、なんで司会の番組があんなに長く続くのか、全然わからないです。どこの層に人気があるのかわかりません。関西人もあんまり好きじゃないという人の方が多いのではないのかと思ってしまします。なぜずっと司会に慣れているのか、謎です。基本的に宮根さんが出ている番組は見ていません。自分の中では宮根さん自身のプライベートな部分についてイメージが悪く、発言やコメントなどについてもあまり聞きたいと思わないからです。なので人気があるとも思えません。よくテレビで見る人という括りでは、この人がなぜレギュラーで番組をしているのか不思議。発する言葉や態度で不快になる時が多く、大して面白くもない。偉そうに話しているだけで、まとめることもできないただのおっさん。この人を信頼していたり、好きだと思って、番組を見ているというような人は皆無だと思っているが、なぜか出続けていて、不思議。1位はマット、みんなの意見はこちら、見るのも嫌だ、という人も多い中で、出演できる根性がひどい。さっさと引退すればいい。往生際が悪いようにも見える。親の七光でテレビに出ているような印象を感じる。何度かテレビで拝見したことがあるけど、特に面白いことや的を得たことを言っているわけではないので疑問に感じている。結局は父親の七光とメイクや行動の奇抜さだけでテレビに出ていると感じるから、話も大して面白くもないし、顔も決してテレビ向けではないと思うから、最初は珍しかったですし、テレビでもよく見ていましたが、今人気かと言われるとピンとこず、なぜテレビに出続けられるのか順好きに疑問です。一時的に爆発的な人気でよくテレビに出ていたが、最近は人気がないように見えるが、時事テレビで見るため、出演したテレビ番組でも目立った活躍は見受けられなかった。もうとっくに旬が過ぎていると思うが、なかなか外せずにずっと出ているのかなと思います。周りでも彼を好きな人は見たことありませんし、見ていて痛々しいです。正直、未だに何者なのかわかりません。ただ、お父さんが桑田真澄って言うだけで、その他に何か人よりすごいのがあるのかなと疑問です。勘なのか、女なのか、どっちだかわからないから、注目を浴びているだけだと思うから。昔は、桑田真澄の息子ということで、一世を風靡した方ですが、今は正直何をやっているかもわからないし、知りたいとも思わない。テレビに出なくなってから、関心がなくなってしまいました。なので、テレビにたまに出ると、なんで出てるんだろうと、疑問に思います。以上のような結果となりました。幅広い年代から意見を集めた分、意外な意見も多く寄せられていたように思います。次回の集計結果に反映しようと思いますので、皆さんのご意見もぜひぜひコメントでお待ちしています。賛否どちらの意見でも大歓迎です。こういうアンケートもしてほしいという希望があれば、ぜひお寄せください。チャンネル登録・高評価よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。